はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、海氷オロチということで、出現率超アップ、追加キャラ来ました。これはですね、待っていたという人多いかと思います。運営ね、出すの遅えよということで、これはちょっといいんじゃないの。必殺技全消し&デカプニの技ゲージを多く食べる、そしてダブルスキルということで、自身の技ゲージが溜まった状態でスタート、むちゃむちゃ周回できるじゃねえか。そして追加スキルが、自分以外の妖怪が必殺技を使うと技ゲージが溜まるということで、おいおいネロチの劣化版かそしてお、特殊能力長えぞ。サクちゃんに対してダメージアップとダウン、そして剣王に対してアップ、文姫とのパズルに対してダメージアップ、さやちゃんでダメージアップ、花子さんでダメージアップということで、おいおい全部入りじゃねえか。ちょっと待てよ、これだけでいくね。おいおい、さすがに運営日野ちゃん頭おかしくなったのかまあもともとおかしいけどね、ちょっとこれはやりすぎなんじゃないの。逆にまあ嬉しいんだけど、逆にクレーム殺到だわ。こんなクレーム今までプニプニありません。逆クレーム殺到ですよ。そして2日間のみということで、ミッションの方の追加もありました。今回ミッションでですね、オロチのね、このスキルに解放の書がゲットできるということで、よかった。ガチャ何回回せとかじゃなくてよかったですよ。なんか今回の運営むちゃむちゃ行くね。なんか人変わったか、日野ちゃんが総合プロデューサーだよね。なんかちょっと気持ち悪いぐらいな、このサービスっていうか、普通なんだけどね、これが普通なんだけどね。確率見ていきましょうか。剣王は 0.4%、 そしてオロチは 1.2%。 ここは普通の超アップです。まあでも僕ね、途中追加の神引き強いんで、ここは引いちゃいたいなと思います。っていうのもね、まあ、一応剣王を持ってるんだけど、ふみちゃんも持ってないし、土蜘蛛も持っていません。なのでちょっと今回ダブルゼータ引けてないんで、ここで一気に引いて、まあ、なんなら一緒にねふみちゃんも引いちゃって一気に行きたいなと思います。大釜とさやちゃんは持ってます。さあ、それではガチャ引いていきたいなと思います。10連いきます。当たり前じゃないですか、10連でいきなり神引きでさらっと終わりたい、ここで沼りたくはない。っていうのもね、おそらくこの運営の気持ち悪さ、次のイベントはコラボなんじゃないかな、おっとゴールドのミスパーコラボなんじゃないかな、しかもビッグコラボじゃないかなと思います。なのでここはさらっと引いて、さすがに今回のイベントはプラス Y ポイントで終わりたい。もう最近ずっとマイナス Y ポイントが続いてるんで、ここは今回はちょっと勝ち逃げしたいなと思ってます。なので、まあ、一応剣王もゲットして、サクちゃんもゲットしてるんで、あまり深追いはしません。まだちょっとサクちゃんのね、あまり周回がね、あまりできてなくて、技レベル上げれていませんけども、取れ、あっと、おー、これはランク Z の大釜、ここで来るか、しかもサクッと来るか、なんかこう焦点とかカットインもなしにサクッと来ちゃうのか。もうランク Z がね、軽く流される時代になってきましたよ。どうなのっていう気するけどね。いやでも 0.8 が引けるんなら 1.2 でしょう。サクッと引きたいよね。お願いします。あーっと変わるのか、あー微妙っすね。なぜだ、剣王を神引きしただけに途中追加のオロチ厳しいのか。いやでも限定じゃないので、ラストチャンスで引くっていう手もあるよね。なので微妙っすね。またね、深追いは危険だよねせっかくの強度、今日も相当ね周回しましたけども、ごっそり持ってかれちゃうのもちょっと厳しい。さすがに今回、あでも追加もありそうだよね。今回2日だけっていうことはね、追加も狙いたいんですよ。追加こそ狙いたい、フッドを守ってないんで、追加も狙いたいし、もうちょっと Y ポイントがいくらあっても足りませんだからもうほんとこれがプニプニの一番の悩みどころだよね。まあガチャも楽しいんだけど、
こんな回してたらねいくらあっても足りませんよ本当に。さあでもそろそろ行きたい。この10連最後にするわ。ひろちゃんお願いします、お願いします。まあオロチもしくはフミヒメ、土蜘蛛でもいいよ。土蜘蛛も結構使えるんだよね。お願いします。あーってゴールドか。くそーくそー、全然じゃねえか今回。サクッと来てほしい。マジで言ってんのか、マジで言ってんのか。ちょアキラメンとか出さんでほしいよねここでね。諦めるなんて言ってんのか。 1.2 でしょ。あー微妙っすね。なんかここでやめたら負けのような感じもするんだけど、いやここでやめた方が勝ちなのか、ここでやめた方が負けなのか、わかんねえって。いやでも深追いは危険だよな。追加もあるしね。いきます、止まってほしい。よいしょっす。あーっとここはちょっと引き際が難しい。引き際が、次ラスト、次ラスト行くわ。ちょっと待って、単発引かして。もしかしたら僕単発強いんで単発作る可能性があるのか。いやちょっと時間引いて回した方がいいのか。お願いします。あー神すか、これはちょっと嫌な予感がしてきた。ラスト行こうか、ラスト、マジのラスト、マジのラスト行こう、行きたいと思います。あー悩むね。お願いします。マジでこれ本当も泣いても笑ってもこれで今日は、出ても出なくてもこれで終わりにしたいと思います。やべえ、お願いします。くそ終わった、終わったか、金カプカ、くそ、はあ、マジか。 1.2% 恐るべし。 0.4% 引いたのにな。いやでもまだ終わってない、まだ終わってませんよ。終わったのか、くそ、また鬼周回で食べるか。てい、あ今止まったかと思った。てい、あダメだ、あかん、これぐらいにしておきます。まだラストチャンスもあるし、追加もあるしね。ちょっとまた鬼周回走るか。くそー。さあ皆さんは何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。いやでも諦めらんねえな、この特攻モリモリは何なの頭おかしくなったのかそれではですね、イベント攻略やっていきます。さあさくちゃんのステージの周回ですよ。さあこんなパーティーでやっていきます。傀儡剣王ですね、今限界突破プラス7と、これがですねむちゃむちゃ強い。さくちゃんワンパン可能です。ダブルスキルがね非常に強力、連発しやすい。そして今さくちゃんはですね技レベル5まで来ました。まだちょっと先が長いんですけども。そして剣を使っていきます。プラス8凸です。こちらも非常に強キャラです。で使わないんですけども不動明王ボーイ、こちら閻魔の種族効果アップです。覚醒閻魔、こちらもですね全ての種族効果アップのスキルがあります。さあこれで王族プラス 57% でやっていきます。これであればワンパンできるよね。 HP54 万9000なんで、まあいけるんじゃないかなと思います。まあ消すプニだったり多少ちょっとコンボ数をね乗っけてやんないと厳しいかと思うんですけども、この傀儡剣をこのデカプニ作ってすぐ技ゲージが貯めれるっていうのがいいよね。いきましたね。さあこれで54万です。ワンパン可能ということで、ちょっとね高速周回パーティー頑張っていきましょうか。さあ今回の追加オロチもやばいよね。さあ次はこちらの花子さんステージやっていきます。同じパーティーでいきます。まあフレンドがねみんなこの花子さんステージ周回してるんでどうなんでしょうね。まあ美味しいというか周回しやすいっていうのと、まあ横取りチケット落としたり、あとアイテムもね時々落とすんで、
まあ、サクちゃんの周回が厳しい人はこの花子さんもありかなと思います。こっちはワンパンできませんね。逆に特攻ないと花子さんの方が難しいっていうね。いきましたね。まあ、特攻なしで周回するなら確かに花子さんもねありかなと思います。